ある日学校の先生が生徒の前で説教した。テストで100点取らへんと立派な人にはなれまへん。クソくらえたら死んじまえ、クソくらえたら死んじまえ。この世で一番偉いのは電子計算機。あ、適当に拍手してください。この歌今まで俺一人で歌ってきたんですけど、一人で歌いっぱなしのも面白いありませんしね。できたらこのクソくらえたら死んじまえってとこみんなで大合唱したい。では2番からよろしく。ある日真面目な親父さん、息子を呼んでこう言った。仕事のことだけ考えて毎日せっせと働いてちょうだいよ。はい、三四、クソくらえたら死んじまえ。アホレ、クソくらえたら死んじまえ。文句も言わずに黙って働く機械の部分品。あ、別に無理して拍手する必要はございます。ここはどこ行っても拍手のないところなんでございます。私はもう慣れてしまって別に気を悪くとも何ともしておりませんから、どうぞ気楽に参りましょう。ある日会社の社長班、社員を集めて訓示した。君たつわたすを離れてはまんず、生きてはゆけない身の上さ。はい、三四、クソくらえたら死んじまえ。はい、その調子で。クソくらえたら死んじまえ。金で買われた奴隷だけれど心は俺のもの。温かいご同情の拍手をありがとうございます。何でも次に歌います箇所が問題になって発売禁止になったそうでございます。その問題の箇所を一発。ある日政治家先生がでっかい面してこう言った。君たち真面目に勉強して私のようになるんだよ。はい、憎しみを込めて。クソくらえたら死んじまえ。ちくしょえ。クソくらえたら死んじまえ。税金ちょろまかして二号を持つなどおいらもやりたいな。今手を叩かれた女性の方、多少色気違いの毛が荒れてる。次はいわゆる要注意のクレームのついた箇所でございます。ある非聖なる宗教家、まんまんちゃん、あ、信者の前でお説教。この世で我慢をしていればきっと天国行けます。このリフレインは嘘こくなこの野郎、こきゃんあったなこの野郎でお願いいたします。おい、三四、嘘こくなあこの野郎、こきゃあ上がったなこの野郎。見てきたような嘘をこくなよ、聖なる神の使者。大体いいんですけど、こきゃあ上がったなところもっと漢字を込めて見本見せればこう、嘘こくなあこの野郎、こきゃあ上がった、このぐっと漢字を込めていただく。では次から、次に歌いますか。私カットされてしまった部分なんですけど、今日はそのカットシーンを特別にご披露いたします。ある日政府のお偉方、新聞記者に発表した。正義と自由を守るため戦争しなくちゃならないと。はい、それ嘘こくな、あ、こぐっと感情を込めて。こきゃあなったなこの野郎、おまはんらが儲けるためにわてらを殺すのけ。しかしこの光景を知らん人が見たら集団発狂したと思います。これから歌う歌詞は全然レコーディングの時には入ってなかったんですけど、後からみんなくっつけたやつばっかりでございます。ではまず最近の国際情勢に目を留めまして一言述べさせていただきます。ある日ソ連のお偉方、チェコの問題でこう言った。仲間の危険を救うため侵入したのよ、許してね。はい、それ嘘こくな、あこの野、感情を込めて。こきゃあ上がったなこの野郎、バカみたい。
知恵子は何にも言わないけれど気持ちはよくわかる。ある日アメリカのお偉方、チェコの問題でこう言った。空見たことか恐ろしい、共産主義は飽きまへんで。はいそれ嘘こくな、あこの野郎こきゃ上がったなこの野郎。そういうことはベトナム侵略やめてから抜かしやがれ。では国内情勢に目を移しまして、先日行われました参議院選挙に対します感想を一言これまた述べさせていただき、次のリフレインは甘えるなこの野郎、甘ったれるなこの野郎って感じ、多少鼻にかかった甘えた声でお願いいたします。ある日お偉い小説家、選挙に立ってこう言った。青年の国を作るためあたしゃ文学捨てたのよ。甘えるな甘えるなあこの野郎、甘ったれるなこの野郎。弟連れて選挙をやるなぞじじいのやることだ。いよいよ最後の結論でございます。有名な結論でございます。この結論はレコード発売禁止と決まった直後に頭に来てくっつけました。加減上非常にいやらしいものになっております。例の通り嘘こくなこの野郎こけ上がったなでお願いいたします。最後の決定版でございますので全力を振り絞って。ある日しわくちゃじいちゃんが若者呼んでこう言った。天皇陛下は神様じゃ、お前ら態度がなっちょらん。はいそれ嘘こくなあこの野郎、こきゃ上がったなこの野郎。天皇様もトイレに入れば神に頼ってる。